動画は特殊な競馬の手法を紹介するチャンネルでございます。興味のある穴馬を狙い撃ち、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日はお知らせがございます。こちらの動画でご紹介させていただいております出馬表チェックの資料関係の無料配布を行いますので、ご希望の方は下記のアドレスまでご連絡くださいませ。本日は良い配置による穴馬予想と、日曜日の阪神競馬場の騎手・厩舎の好配置を確認してまいりたいと存じます。1番イティネラートル斉藤騎手、10レース11レース表裏の1番でかぶっております。長谷川厩舎2レース11レース片方循環の18番でかぶっております。3番西のときめき北出厩舎11レース12レース表裏の3番でかぶっております。4番ジョリダム武厩舎、こちらはアナザー配置で土曜日の阪神5レース、日曜日の中京6レース、日曜日の中京8レース、日曜日の阪神11レース、一の位かぶりでかぶっております。5番、東進カーリン、川洲騎手、11レース、12レース、ゼッケンの5番でかぶっております。杉山厩舎、8レース、11レース、好循環の14番でかぶっております。6番は良い配置がありませんので飛ばします。7番ホリーフォリオ鈴木厩舎、こちらはアナザー配置で日曜日の阪神11レース日曜日の中京12レース表裏の7番でかぶっております。8番は良い配置がありませんので飛ばします。9番ジューンオレンジ富田騎手、10レース11レース裏の10番でかぶっております。10番は良い配置がありませんので飛ばします。11番ルーフ藤岡騎手、10レース11レース一の位かぶりでかぶっております。12番、13番は良い配置がありませんので飛ばします。14番、サラサーハウプリティ、岸田騎手、11レース、12レース、表裏の14番でかぶっております。15番、ムーンプローブ、北村騎手、10レース、11レース、裏の4番でかぶっております。16番丸森ディライト石橋厩舎、10レース11レース表裏の3番でかぶっており、10レース11レースで一の位かぶりでかぶっております。17番フースカンドゥール角田騎手、11レース、12レース、片方循環の17番でかぶっております。18番は良い配置がありませんので、飛ばします。続きまして、以上の好配置に基づく、中和な穴系の予想をしてまいりたいと思います。まず、1投目。9番。ジューンオレンジ。こちらは富田騎手でベスト系のかぶりとなっておりますので、10レースで様子を見て11レース買うかどうか主者選択するといいかと思います。2投目、5番東進カーリン、こちらは川洲騎手で別件のかぶりとなっておりますので、11レースで先買いするか主者選択するといいかと思います。学
また杉山厩舎で片方循環のかぶりとなっておりますので、8レースで様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。アナザー配置となっておりますので、日曜日の中京8レース様子を見て阪神11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。4投目3番西のときめき、こちらは北出厩舎でベスト系のかぶりとなっておりますので、11レースで先買いするか取捨選択するといいかと思います。最後5投目1番イティネラートル、こちらは斉藤騎手でベスト系のかぶりとなっておりますので、10レースで様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。また長谷川厩舎で片方循環のかぶりとなっておりますので、2レースで様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。以上5頭の馬と結ぶ馬として13番ブトンドール、こちらは現在オッズで1番人気となっておりますので、先ほど挙げた5頭と絡めて馬券を購入するか取捨選択するといいかと思います。以上でございます。この動画の内容が良かった方はチャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。